今月の末からですね、5月にかけてゴールデンウィークがあるじゃないですか。でですね、今年はね、天皇陛下のね、即位と、あと新天皇陛下のね、即位とかがあって、そういうところでね、いろいろ祝日が増えると。で、日本の法律では、祝日に挟まれた平日は祝日にするという決まりがあるんですよ。国民の休日になるっていう。だから、その兼ね合いでですね、10連休になるらしいんですね。で、テレビとかさ、インターネットとかでも今年の10連休どうするとか、10連休特集とかさ、10連休がどうとか、いろいろ言ってるけどさ、10連休だからって、10連休できない人もたくさんいるんですよ。だから、10連休、10連休煽って、楽しげにするの、ほんとやめてくれませんかね、ほんとに。迷惑なんですよね。ちょっと、すいません、ちょっと、声大きすぎたんで、ちょっと、今、外人いないか、ちょっと見てみます。人いなかったんで、このトーンで続けます。だから、何が言いたいのかっていうと、休めない人の気持ちをね、考えてくれと。僕もね、10連休できないんですよ。だから、テレビとかでさ、ネットとかで、10連休、行楽地はどうだとかいうふうに見ると、そのためにね、俺は心が痛いわけ。じゃあ見なきゃいいじゃんって話かもしんないけどさ、そういう公共の電波なんだよ。公共の電波ってことはみんなが見るの前提にやっててね、そんなインターネットとかの狭いコミュニティでね、このチャンネルみたいな狭いコミュニティで特定の人たちだけに向けてやってるのとさ、わけが違うんだよ。国民に向けてやってるんだよ、そういうやつは。そういう国民に向けてやってるやつでね、一部の人の気持ちを傷つけるみたいな、そういうことは本当やめてほしいんですよね。ちょっと早口でまくし立てたんだけどさ、今さ、例えば小学校とかでさ、母の日のためにお母さんにお手紙を書きましょうみたいな授業とかやらないらしいんですよ。父の日でね、父の日とかお父さんに仕事についてインタビューとかやらないらしいんですよ。なんでだと思いますか？母の日とかだと、例えば父子家庭とかのさ、そういうね、しょうがない事情みたいな子供たちがかわいそうだと。父の日だからお父さんの仕事とか言っても、お父さんが働いてない人もいるから、お母さんが働いてる人もいるから、とか、いろんな事情があるんですよ。だから、その家庭の事情に配慮して、そういったね、外出的なことはやらないとか決めてるんですよ。だからさ、そういうふうにやってるんで、今の時代そうなってんのに、裸、もう日本人全員が10連休できるみたいな感じでさ、そういうテンションでされると、萎えるんだよ。だいたいさ、10連休全部休める人ってさ、何なんですか？いないでしょ。小学生ぐらいだよ。10連休ずっとさ、休み休み休みみたいな感じでふざけてる人。小学生しかいねえだろうね。中学生はさ、部活とかあるからさ、そういった休みの日に待ってましたとばかりに部活を入れられるんだよね。特に運動部。で、高校もそうでしょ？部活とかあるでしょ？あと塾とか行く人。で、大学に至ってはさ、日本の私立大学、国立大学は知らん。俺は国立知らねえからね。私立大学に至っては、祝日だろうが容赦なくね、授業をぶち込むね、頭のおかしい大学多いから。それにさ、会社員とか行ってもどうせさ、出勤とかいっぱいあるんだよね。それにさ、よくどこどこ行きたいとかさ、遊園地とか映画とか見に行きたいとか言ってるかもしんないけど、そういうところに行けるということは、そこに働いてる人がいるということなんだよ。よく言うでしょ、クリスマスツリーとかさ、そういうイルミネーションの明かりはね、働いてる人が徹夜してね、残業してね、灯してる光だみたいな皮肉がよくあるかもしんないけど、そういうことなんだよ。何か表があるということは裏があるということだから、10連休があるということは10連勤してる人もいるということなんだよ。だからね、はっきり言ってもカレンダーとかね、もうこんなカレンダーとかもう関係ないんだよ。ここが休みだとか、ここが平日だとか。関係ない、意味がない。なんで祝日が赤いか知ってますか？なんでカレンダーで祝日が赤く塗られてるか知ってますか？祝日なのにもかかわらずね、休日出勤してるおっさんたちの血の涙なんですよ、この祝日の赤っていうのは。そういうのも分からずに、祝日だからとか言ってテンション上がってるさ、アホみたいな人、特にもう大人のくせに10連休とか言ってる人はさ、もう何なの、もう。ここどうなってんすか、ここ。何してる人なんですか。そもそもね、カレンダーとか気にしながら生きてる奴らはね、もう小中学生ぐらいで終わりだよ。大人になったらね、カレンダーとか、関係ない、もう曜日とかも関係なくなってくる。あ、そういえば今日、金曜日だったかとかね、そういえば今日土曜日だったかとか、そうなるもんなんだよ。特にサービス業とかさ、そういうことしてる人は、会社員、公務員ぐらいじゃねえの？カレンダー通りでウキウキしてる人。公務員はね、本当9時に始まって5時に終わる、そういうふうに決まってる。いいよね。でも普通の一般企業の会社員とかはね、もう残業だなんだとかね、祝日にもかかわらず出勤だとかね、僕の友達でね、とある某大企業に就職した友達がいるんですけどね、もう毎日残業残業の繰り返しでね、行きたくもない飲み会に行って、やりたくもないゴルフの練習をしてね、
まあ、お金にならないのに、業務でも何でもないのに、祝日にわざわざね、あの上司に怒られないためにゴルフの練習しに行ってるって、かわいそうだね。うん。その友達もこのチャンネル見てんだけどさ、もうそういうことがあるわけ。だからね、休みなんてものはね、ないようなもんなんだよ。ね。だから休みっていうのはね、与えられてね、どうこうやっていくうちにはね、絶対に休みない。休みっていうのはね、自分から作るものなんだ。ね。自分で時間を作る。例えばその日が仕事がある日だとしても、その終わった後の時間をどうするかとか前もってね、決めとくの。ね、とりあえずなんかさ、あー暇になった、あーみたいな感じでね、アホみたいな感じで、あーとか言ってるうちにね、3時間、4時間過ぎて、あーもう夜だなきゃ、次の日朝だとか。そんなことやったらね、いくら休みを与えられてもね、そいつはもう人生を有意義に使えない。自分で時間を作り出さなきゃいけないんだ。そういうことですよ。だから、10連休だからといって、なんか浮かれてるバカ、ならないでください、本当に。ね。たとえ10連休できる人も、なんか、10連休とかテンション上がってね、何もしないうちに、ああ、もう明日からもう休みが終わっちゃうとかね。もうそういう風になるんだったらね、10連休もね、もう10連休も2連休も変わんないんですよ。ね。うん。だから、本当にね、あの、10連休って騒いでる人、もうちょっと反省した方がいいよ、本当に。ね。もう、バカになっちゃう、本当に。うん。そう。だから、そういうバカを量産しないためにもね、その、テレビとかね、インターネットとか、もう10連休とか言って煽るのやめてください、本当に。行楽地がどうとか言ってさ、やめてください、本当にね。うん。もうそんな風にして休める人は、ごく一部しかいないんだから。ね、もうあの、教育テレビでだけやってください、10連休とか言ってね。まあ、小学生はいいですよ。小学生とかは10連休できるんだから。間違いなく学校も休みだし。だから、子供に対してだけやってください。ね。子供は10連休で騒いでもいいよ。可愛いじゃないですか。ね。僕だってね、もう毎週ね、もう金曜日になるのがね、楽しみで仕方なかったよね。金曜日いいですよね。小学生の時の金曜日どんな感じだったかな。もう学校から帰ってきてさ、なんか友達と公園で遊んでさ、なんか5時半ぐらいになったらもう夜暗くなるから帰るみたいな。だいたい5時半には帰れって言われたね。で、帰ってきてさ、お風呂入ってさ、で、あの、上がってあの、教育テレビでまずあの、なんだ、天才ビットくんとか見るんだよ。ね。天才ビットくんとか見た後に、金曜日だけは特別にニュースじゃなくてもいいよってことで、まずドラえもん見るんですよね。大山信夫さんでしたね、当時はね。大体あの、声優6年生ぐらいで変わったの、ドラえもんの声優。うん、ちょっと話ずれた。ドラえもんを見て、その後にね、なんかクレヨンしんちゃんとかあってね。で、その後、金曜日の8時からなんかミュージックステーションとか、まあそれは見てなかったかもしれないな。なんか、だらだら過ごした後ね、まあご飯とか食べてね、ぺちゃくちゃ喋って、親家族と喋ってね、寝て、金曜日の夜に寝る時の時間、もう最高だったね。で、土曜日を迎えて、日曜日で、ああ、もう明日から学校か、みたいな感じで、また月曜日から頑張ってっていう。そういうね、その、曜日に縛られたね、生活。縛られたって言ったら言い方悪いけど、そんなカレンダー通りにね、世間がなんかわーわー騒いでるようなカレンダー通りに過ごせるなんてね、ガキしかいねえんだわ、そんな。ね。だから、まあ、この動画のチャンネル見てる人はね、まあ、頭のいい天才しかいないと思うから、いないと思うけど、もしもこのチャンネル見てる人の中でね、なんか、10連休みたいな感じで騒いでるもう人たちいたら、もう反省してください、本当に。恥ずかしいよ、僕はそんな視聴者持って。ね。そういうことです。だから、10連休だからといって騒いでる人、やめてください。で、仮に本当にね、そんないい年こいた大人なのに、なんか10連休できるみたいな人いたら、静かにしてください。他の人の気持ちも考えて。なんかよくあるじゃん、なんかその、ジャニーズとかのさ、チケットがさ、当たったとか言って騒いだらさ、なんか、他のファンがさ、外れた人の気持ちも考えてください。通報しましたとか、あるでしょ？そういうことだから。ね。まあ、そいつはどうかと思うけど、そういうことだから。あの、休めない人の気持ちも考えろ。ね。だから、10連休、10連休行って、騒ぐな。で、お前らが、その、10連休だからって遊んでさ、楽しめるのは、10連休働いてる人たちのおかげということを噛み締めろ。ありがたく休め。ね。休みが当たり前だと思う。なんか、その、カレンダーが赤くなってるから、休みだみたいな感じで、過ごすな。ね。そういうこと、世の中はね、持ちつ持たれつなんだ。うん。まあね、本当はね、みんながみんな休める世の中がいいんですよ。なんか AI とかが発達したらさ、もっとさ、人間楽になってさ、休めてってのが理想かもしれないけど、今度 AI が発達したら発達したで、またさらに効率とか求めてね。さらにまた効率求めてね、忙しくなるんだ。もう本末転倒じゃん。そもそも機械とか技術というのはさ、人間がもっと楽に快適に過ごせるために開発するためのものなのにさ、そういった発達したせいでさ、逆に忙しくなるとかさ、もう、バカじゃないのって思うよね。もう、そんなんで経済が成長したところで人間の幸福度わかるんでしょうかね。ブータンみたいな国目指しましょうよ。あの国はあの幸福度ナンバーワンってマック赤坂も言ってたよ。うん、ああいう国をね、目指しましょうよ。うん。経済が発達してもね、もう自殺は減らない。もうこんな国ダメです、本当にね。もっとね、もう幸せを追求しよう。で、お金とか、そういう数字とかで表せないような幸せが転がってるはずなんだ、もっと。ね。美しい国日本目指そうよ。ね。というわけでね、
そんな社畜とかになっちゃダメですよ、みんな。ね。働いて働いて、また働いてとか、ダメですよ、そんな。もっと自分のね、本当の生きる目的みたいなのをね、見つめ直す、そういう10連休にしましょうよ。ね。せっかく時代もね、平成からね、変わるわけなんだし。ね。というわけで、まあ、いろいろと繰り返しになっちゃったけど、もう10分喋ったからこんぐらいでいいわ。ね。10連休だからといって、浮かれるな。ね。休めない人もいるということをね、ちゃんと分かれ。ということを、マスコミとかに特に言いたい。マスコミが騒ぐから人間みんな騒ぐんだ。大体ね、なんか、マスコミとかそういう新聞とかテレビとかがわーって言ってることを人間は鵜呑みにして影響されやすい。あいつがね、マスコミがね、世の日本を支配してるんですよ。あいつらがね、なんか右って言ったらみんな右向くんだから。ね。そういうことです。だからカレンダーに惑わされないで。ね。10連休、そんなもん知らねえんだ、バカ野郎。